ポール・ホフ・ヘイマーオン、A ワゴン・ウィズ・ポジティブ・オルガン・レイゴニ・パウル・ホフ・ハイマーは、ルネサンス時代のオーストリアのオルガニスト、作曲家。とりわけ即興演奏の能力に恵まれ、ヨアヒム・フォンバットやパラケルスすら多くの学識者から、東大最高のオルガニストと呼ばれた。しかも、ドイツ語圏の出身者として、ただ一人、ヨーロッパ全土で名声を博した、作曲家でもあった。 ザルツブルク近郊ラートシュタットの出身。幼少期については資料ごとに矛盾が見られ、バットが独学説を唱えているのに対して、コンラート・ゼルティスは神聖ローマ皇帝フリードリヒ3世の旧帝礼拝堂で聖火隊員であったとしている。いずれにせよ1478年にインスブルックに行き、チロール大公ジギスムントに感銘を与え、1480年に 終身宮廷オルガニストに任命された。ハインリヒー・ザークが、その後インスブルックの宮廷学長に就任していることから、ホーフハイマーとイザークが知り合いだったことはほぼ間違いない。1489年にから皇帝マクシミリアン一世の宮廷オルガニストも兼務する。1498年に、ザクセン選定校、フリードリヒ三世の宮廷を訪れ、パッサウに行き、 1507年にアウクスブルクに移って、一層マクシミリアン一世と近しくなった。1515 15年にマクシミリアン一世とポーランド王、ジグムント一世の両者から騎士に助任され、皇室初代オルガニストの称号を得る。最後の肩書きはザルツブルク大聖堂の教会オルガニストであった。ホーフハイマーは即興演奏の輝かしい才能に恵まれ、 当時は並び立つ者がいなかった。繰り返しなしで数時間演奏し続けることができたという。ホーフハイマーはオルガン奏者であっただけでなく、オルガン教師としても結出した存在であった。ドイツのあらゆる有名なオルガン学派は、元をたどれば、ホーフハイマーに行き着くのである。しかもホーフハイマーは、イタリアでもオルガン教師を務めている。例えば門人、ディオーニシをめむのは、 ベネツィアの聖マルコ大聖堂のオルガニストになり、ホーフハイマーに学んだ演奏技巧を初期のベネツィア学派に伝えた。作品数としては、オルガン曲が最も多いが、作品のうち原曲のまま伝承されている作品は数少ない。現存する作品は3世か4世のリートや、それらを鍵盤楽器やリュートのために編曲したものがほとんどである。ホーフハイマーのリートの写譜は、 大抵は編曲版でヨーロッパ各地に伝えられており、その人気の高さを物語っている。現存する数少ないオリジナルのオルガン曲は、ホーフハイマーの低線率を軸としたポリフォニー構成の能力の高さを明かしている。ホーフハイマーのドイツリートは、当時としては典型的なバール形式によっており、ポリフォニックな学説とホモフォニックな学説の交代でできている。 ホーフハイマーは当時フランドル学派の影響でヨーロッパで主流となりつつあったつ模倣様式を取ることは滅多になかったが、インスブルックでイザークの作品と出会った時にその作曲様式を知ったかもしれない。ホーフハイマーはオルガン鑑定人としても名高く、しばしばオルガンの建造や修復について助言した。ありがとうございます。